はい、先ほどは、ワークの、入門編をやっていただきました。こちらの自己分析マトリックスで、まあ、連想ゲームをしたということなんですね。まあ今の A から B の展開である程度エントリーシート、それから面接の方は突破できると思います。ところがアルバイト面接と就職面接の違いはどこにあるでしょうか。それは、本番の就職面接の方が複数回行われるということですね。グループ面接、グループディスカッション、個人面接、役員面接、社長面接、要するにいろんな角度からいろんなツッコミをされる場合に、やはり、自分のネタ軸が1つ2つだと弱いということですね。よく3本の矢は折れにくいという言葉を聞いたことがあると思います。さあ、ここでギャップを持つ人間がとても魅力ということですね。二足のわらじという言葉もありますが、2頭を追うものは1頭も得ずということならば3頭得ろという言葉もあります。ということで今回は、3本の矢を、しかもギャップのある3本の矢を作ろうというワークをやってみたいと思いますね。お手元のもう一つのワークを、ご覧ください。こちらの、ギャップカップというのも作ってみました。3本の矢は折れにくいということですから、同じような、カップだとダメなんですね。例えば、文系としましょう。文系の対比は理系ですね。で、体育会系ということで、まあ、文理対、まあ、これが一つの、ギャップカップになるかと思いますね。カップというのは自分のネタを入れていけばいいかと思いますね。はい、例えば文系ネタで言うとどんなものがありますでしょうか。読書、日記、コミュニケーション能力、それから勉強が好きというのが文系ネタですね。理系ネタはどんなものがありますでしょうか。パソコンスキル、それから、理科系、数学が好きと、まあこれでも十分のギャップですね。でもう一つ、体育会系はおまけにスポーツができる、ラグビー、アメフト、水泳、ゴルフ、ね、サッカー、まあこの3つがあれば面積が広くなるので、自分の魅力値が上がるということなんですよね。例えばこの3本の矢の場合に、こういうものはどうでしょうか。まず1本目読書、2本目ブログ、3本目日記、まあ、同じようなインドアになりますよね。これはどうでしょうか。1本目、水泳ができる、2本目ゴルフができる、3本目サッカーができる、体育会系だらけですよね。そうなると体育オンリー、インドアオンリーになります。なのでギャップのある3つの、自己 PR を持っておいて、相手に応じてそれを ABC と変えていくというものが強力になるかと思います。もう一つはどうでしょうか。マイルドネタ、ワイルドネタ、チャイルドネタ、まあ、これもちょっと似てますけれども、まずマイルドというのはまあコミュニケーション能力がある、接しやすい、非常に温和である、ね、調和である、コミュニケーション能力があるということですね。ワイルドというのはどうでしょうか。一見草食に見えておきながら、ワイルド、肉食であるということですね。第一印象は、草食系でも第二印象は肉食系、体育会系、ギャップがありますね。かと思いきやチャイルド、ね、童心、子供っぽい、少年っぽい、ね、そういったものもあると非常に魅力になります。まあ、これは、ラブイズジョブ、ジョブイズラブと言いますけれども、就職活動にも使えますし、まあ、恋愛にも同じような魅力としてギャップ値が、広がりますから、この3本の矢を、今から、書いていきましょう。それでは練習してみましょう。どうぞ。はい、それではギャップカップが出来上がったということで、まあ先ほども言ったようにですね、まあ、あの自分の魅力を、まあ、3本の矢で表して、でそれがギャップがあった方が魅力値が高いということでした。例えば料理で言うと和食だけじゃなくて洋食も作れて中華も作れると、和洋中とこうなるわけですね。まあ、今回分離対マイルドワイルドチャイルドに関わらず、
3つのギャップがあればいいということで、まあ全体で90秒の1分半ぐらいのエピソードを、コンパクトに話していただければというふうに思います。でその後、ギャップ度を、判断していきましょう。ではまず、モノさんからお願いします。はい、私まず一つが学校茶道小論文の入賞です。私は10年間茶道をしてきたんですけども、自分の茶道がどれくらい頑張ってきたのか、どういうふうに感じているのかという小論文に応募する機会があったので、そこに応募しました。その結果、A4 1枚の紙だったんですけども、優勝することができました。それを文に書きました。で2つ目がタイです。9年間バドミントンを続けていました。で高校の時に中高の時にずっと最下位だったんですけども、それ負けたくないという意地でバドミントンの最後の時には男女1位になることができました。でもう一つ目の理が野菜ジュース作りです。カナダの留学から帰ってきた時に、私は今までの体重より5キロ以上太ってしまいました。そこで野菜ジュース、もともと料理が好きだったので野菜ジュース作りを自分でしてみて、2週間でマイナス5キロ痩せることができました。はい、以上です。という百瀬さんの3つのギャップカップを、聞いてみていかがだったでしょうか。はい、まず初めの茶道の小論文の応募ということなんですけど、まあ、茶道をやっていて、それがさらに小論文にもつながっているんだなという点は非常に僕自身初めて聞いたのでびっくりしまして、でまあ次最後になんですけど、ね、野菜ジュースでダイエットされた、はい、ダイエットされたというのはよく聞くんですけど、それを自分の手作りでやってしまうというところは非常にギャップという差を感じました。はい、はい、そうですね。あとトータル的に具体的であるとか、あるいは具体的な数字があった、これも良、かったと思います。それでは、続きまして野次くんの、ギャップカップのアピールをお願いします。はい、まずはじめに私は大学でサッカーサークルに所属しておりまして、私自身が未経験者なんですけれども、未経験者と経験者、あと男女のバランス、女性が全学年で40人中8人ぐらいしかいなくてですね、サッカーをやるにしても未経験と経験の人をどう組み合わせればいいのか、飲み会などの企画の際にしてもみんなが参加するにはどのように告知したらいいのかという円滑な運営をできるように、このサッカーサークルでは柔らかいコミュニケーションを心がけています。次にですね、バイク乗車ということなんですけれども、去年の大学2年生からバイクの普通に免許を取得し始めまして、今年の春、見事獲得したんですけれども、自分の足を通してバイクを通して、先ほども言ったんですけど、人を喜ばせたい、もしくは刺激を感じたいということでバイク乗車ということになっております。最後にですね、まあ、チャイルドもそのまま小学生と触れ合いということなんですけども、私集合住宅に住んでおりまして、すぐ目の前に公園がありまして、もう僕の 2,3 歳の社会人の方から保育園児まで一緒にサッカーをしたりしてまして、でもただ一緒に楽しむだけではなくて、将来その子たちのためにいけないところはいけないよという教育もしたりと、そのような意味で小学生との触れ合いということになっております。以上です。はい、モンさんいかがでしたでしょうか。はい、そのチャイルド、マイルド、ワイルドという3つギャップがあるんですけども、それの1つに人っていう軸が、おじさんの軸があるので、またそれが入ってきて素敵だなと感じました。はい、とてもギャップがあったんですけれども、一つだけ惜しかったのは、サッカーサークルと小学生のところが両サッカーが入ったので、これはちょっと両かぶってしまったので、まあ同じネタはあまり2つ3つ散りばめないということも今後心がけておくとベターかと思いました。はい、はい、今日やったですね、自己分析ワークはいかがだったでしょうか。今日のちょっとおさらいしますと、まあ自分のことを案外知らないのは自分で、その初めの一歩で、書いてみる、でそれを誰かに見てもらう、で、突っ込んでもらって、それが広がったらチープなものからディープなものになるっていうのがまずマトリックスでした。もう一つは、就職活動の面接は複数回行われるので、1回目と2回目と3回目でギャップを持たせる、これが、3本の矢ということだったんですけど、まあ実際ね、論より証拠でやってみると、かなり具体的だったと思いますので、まあ、これを本番でお二人に生かしていただきたいんですが、はい、今日の感想はいかがだったでしょうか。
はい、まず初めの自己 PR の方で感想なんですけれども、まず自分を取り巻くものを抽出するという作業で、その次にそれを深く掘るという作業が意外とすんなり出てこなくてですね、でそういう感想を、他の方からいただいている時に、そういうのいいなと思ってて困ったんで、自己分析と他己分析をリンクさせてどんどん面接等に掘ってつなげていきたいなと思いました。はい、音声出ていかがでしたでしょうか。はい、私はギャップカップの方の感想なんですけども、その3つのギャップを作るっていうのがそもそも難しいなと感じました。しかしそのこれだと分離体だったりとか、マイルド、ワイルド、チャイルドのようにいろんな面でギャップを増やしていったら、自己 PR もうまく作りやすくなるのではないかなと感じました。はい、まあ、実はですね、まあ、あの就職活動も仕事も人生もあのギャップの連続なんですね。まあ、あの草食かと思ったら急に肉食になったり、小中学校と高校と大学、ね、また変身してみたりということなので、まあ、変化成長、まあ、これがギャップの証でもありますので、まあ、ぜひ今回書くということ、それから見てもらうということで、ぜひ今後につなげてみてください。はい、どうも、お疲れ様でした。ありがとうございました。